みなさんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回はデイサービスで最も人気が高い間違い探しです。画像が左右に並んで表示されます。左右の画像で3箇所違うところがありますので、どこが違うのかを当ててみてください。全部で5問あります。回答時間は80秒です。全問正解を目指して挑戦してくださいね。今回はキャラ弁シリーズです。それでは早速始めましょう。1問目です。5色のおにぎりのお弁当です。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず1つ目は、右のお弁当のブロッコリーの色が変わっていました。2つ目は、左のお弁当のパンダのピック片耳が変わっていました。黒い範囲が広くなっていますね。そして3つ目は、左の卵焼きの中央部分の隙間がなくなっていました。卵焼きがハートになっていますね。間違い探しは空間認識能力と集中力、注意力を鍛える効果があると言われていますよ。カラフルなニコちゃんおにぎりのキャラ弁でした。それでは次に行きましょう。2問目です。3人組のお弁当の写真です。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず1つ目は、左の音符のピック上部分がなくなっていました。2つ目は、右の子どもの帽子が変わっていましたよ。チーズでしょうか、消えていますね。
そして3つ目は、ここにキュウリの模様が増えていました。これは難しかったのではないでしょうか。キュウリもチーズも一手間加えてあり素敵ですね。3人組も可愛らしいですね。3問目です。春を表現しているお弁当の写真です。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず1つ目は、ここの卵の中心部分の海苔が消えていましたね。2つ目は、はみ出しているレタスが消えていました。そして3つ目は、つくしでしょうか。右のつくしの口が変わっていましたよ。星のきゅうりやウインナーのお花、つくしなど工夫がたくさんで、食べるのがもったいないぐらいですね。4問目です。猫のお弁当の写真です。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず1つ目は、金魚の目の位置が中央に寄っていました。2つ目は、猫のここにまつげが増えていましたよ。そして3つ目は、葉っぱのピックが変わっていました。猫の顔が何とも可愛らしいですね。それでは最後の問題です。色とりどりのお弁当の写真です。違うところを3箇所探してください。
答え合わせです。一つ目は、葉っぱが反対になっていました。梅干しがリンゴに、ナイスアイディアですね。二つ目は、ちくわの穴がなくなっていましたよ。三つ目は、ゾウカの葉っぱがなくなっていました。これは難しくなかったでしょうか。おにぎりについている顔がとても可愛らしい表情ですね。ブロッコリーに実がなっていたり、お花のように盛り付けてあったりと工夫してあるお弁当でしたね。とても可愛らしいです。ナレーターのあんこです。キャラ弁、私も作っていた時期がありました。お弁当作り、朝が弱い私には試練です。こんな風にしたら楽にできるよなどあれば、ぜひアドバイスをください。インスタグラムを始めました。チェックしてフォローをお願いします。以上で問題は終了です。知の種のホームページでは脳トレを無料プリントとして配布していますので、そちらもチェックしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。